作ったんですけど、なんとダイソーさんの100均だけで作りました。なので今回もはい、ダイソーさんの100均だけで作るメイドさんぽちゃんに作ってあげたいなと思います。セットでつけると絶対に可愛いと思いますよ。じゃあレッツスタート。今日はですね、こちら3点をダイソーさんで購入してきました。まずこちら、こちらもね、ブラックの歯切れでギンガムチェックになってるバージョンのものを買ってきたのと、はい、こちらシフォン素材でできてるフリルテープですね。めっちゃ可愛いです。もうちゃんとギャザーも寄ってるタイプになっています。そしてこちら、前回も使ったオーガニックコットンの、ギンガムチェックのバイアステープをもう一つ買ってきて作りたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。はい、じゃーん、見てください。これ、シフォンのフリルテープなんですけど、こんな感じでギャザーが寄っていて、ちゃんとこの上と下の始末ができてるタイプを選んでください。そして、はい、今回もこちら、ギンガムチェックの生地をですね、まずアイロンするところから始めます。はい。綺麗にするとすごく綺麗に出来上がるので、シワを伸ばしてからスタートしてください。はい、今回の型紙はこのような形のちょっと面白い形になっているんですけど、ここ穴が開いてる部分がお耳が入るように作っています。そしてこの型紙1枚で2枚同じ生地を取りたいと思います。で、こちらの左辺部分がなんと縫い代になっているので、こんな形で生地を裁断していきます。それでは実際の寸法はこちら。はい、このような形でギンガムチェックの生地をこんな感じですね、2枚こう重ねた上にこの型紙を置きます。そしてこの周りをチャコペンで印をつけて、そこを切っていきたいと思います。ここのね、耳の中のところもくり抜いていきたいので、こちらに切り目を入れてそこから切り抜いていきます。それからそれから、トルテチャンネル。はい、こんな感じでこの型紙の生地を2枚取ることができました。こんな感じですね。初めに言うの忘れてたんですけども、中表にして生地はセットしておいてください。はい、こんな感じです。はい、そしたらここですね、ここ縫い代って言ってたんですけど、ここを今からミシンでガガガガガと縫っていきたいと思います。そしたらミシンを先ほどのところ1センチのところでかけていきます。まず返し縫いからスタートして、はい、普通にちょっとカーブなんで、ちょっとゆっくりめに綺麗にカーブさせるように縫っていくのがいいかと思います。でもそんなに距離は長くないので、ゆっくりやればうまく縫えると思います。
締めをしてできました。こんな感じでこのカーブの部分縫うことができました。ですね、こちらはこの間を開いてな感じで、はい、こうですね、こういう風に頭のカーブになる感じです。こう、これが表から見たところになります。こんな感じで、で次にここをですね、この今回買ってきたこちらのパイピングでですね、この縁をくるっと処理したいので、ここをこう開けてあるので、こんな感じでくるむように、この耳のところをこういう風にぐるーっと一周くるむようにとパイピング始末していきます。はい、こんな感じです。先ほど説明してたのがこちら、これが前でこちらが後ろになる感じで、こういう風なカーブで後頭部にくるんですけど、ここお耳の部分をこんな感じでパイピングでぐるっと巻きたいので、今パイピングを、はい、しつけしました。こんな感じですね。これを今からミシンで縫っていきたいと思います。チャンネル登録。はい、こちら先ほどのパイピングを縫っていってるんですが、こんな感じでカーブなのでちょっとずつ進んで止めてみたいな感じで塗っていく方がいいかと思います。ちょっとね、カーブがきついのでなかなかパイピングも縫いづらいです。こんな感じで、ここは焦らずゆっくりやっていった方が安全だと思います。はい、こんな感じでパイピングをぐるっと耳の部分縫うことができたので、次はここね、切れ目のところ、こちらを縫い合わせたいと思います。こういう感じで合わせて、ここを 5mm のところでまっすぐ縫って輪っかにしたいと思います。はい、縫うとこんな感じで輪っかに耳が出るところが出来上がります。はい、続きまして、このお耳が縫えたので、次ここのね、お首の後ろの部分ですね。ここをこのように今パイピングしつけしたんですけど、このような形でミシンでぐるっと縫っていきたいと思います。めっちゃ立体になってきました。それからそれから、トルテチャンネル。はい、最後になるんですけども、今こっちの下の方はミシンがけできたんですが、最後こちら、このね、前から見て頭の方のお顔側ですね、これをパイピングをつなげて、この紐をね利用してこちらを長く取って、ここでねリボン結びできるようにこんな感じになります。はい、こちらを最後パイピング始末していきたいと思います。はい、こちらのパイピングの長さはこっからぐるっとで63センチになりました。じゃあ最後ミシンで縫っていきたいと思います。はーい、見てください、こんな感じです。ぐるっとこんな感じでパイピング縫えました。こういう感じで被せるので、ちょうどここがね顔の前に来るんですよ。わー、なのでここに今回は私はこの黒いシフォンのフリルをこういう感じでつけたら可愛いかなと思うので、ちょっとつけていきたいと思います。それからそれから、トルテチャンネル。じゃーん、見てください、トルちゃんに、ほら、かわいいお帽子、メイドさん帽かぶってもらいました。そしてこの間作ったこちらのエプロンも一緒に着てもらいましたよ。かわいいですね、トルちゃん。はい、このセットでトルちゃんに着てもらうと本当メイドさんみたいです。熱々のスターバックスはいかがですか。はい、じゃあ今日の動画がちょっとでも参考になったよという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
ちゃ可愛いですよね。はい、じゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。こんにちは。え、なにちゃんですか。ラケです。ラケちゃん、女の子ですね。こんにちは。え、YouTube 見てくださってるんですか。ありがとうございます。すごいね、ドルちゃん。おー、これ女の子やね。ほら、くんくんくん、興味あるな。嬉しいな、お声掛けありがとうございます。